沖縄県の北大東島に、防衛省が、航空自衛隊の移動式3次元レーダーの配備計画を進めているそうです。今回は、北大東村へのレーダー配備計画の情報を入手したので、それについて見ていきたいと思います。大東諸島の北大東島は、沖縄県の最東端、沖縄本島の東約 340km の太平洋上にあります。そこに、空自の航空警戒管制団の移動式警戒3次元レーダーの配備計画を防衛省が検討していることが公表されました。防衛省は、2024年6月27日に北大東村側に、正式に計画を説明し、7月上旬にも北大東村での住民説明会を開催する方針を固めたと報じられました。木原防衛省は6月25日の記者会見で北大東村に航空自衛隊の移動式警戒管制レーダーと運用部隊を配備する必要性についての質問に、近年我が国周辺の海空域でロシアや中国など周辺国が軍事活動を拡大している状況で、太平洋側の警戒監視体制強化は喫緊の課題との認識を示し、太平洋側への移動式警戒管制レーダーの配備が重要であると述べました。北大東島に配備されるのは、航空自衛隊が1992年平成4年から運用している NEC 製の移動式3次元レーダー J-TPS-102 と思われます。この J-TPS-102 にはシリンドリカルアクティブフェーズドアレイアンテナが採用され、監視装置、中継装置、統制装置で構成されているそうです。この全方位、行革電子操作方式レーダーによって、従来の移動レーダーより目標の捕捉及び追尾能力、さらには対電子対策 ECCM 性が大幅に向上したということです。また、航空自衛隊の防空識管制システムである自動警戒管制組織 WATS との自動連接が可能で、悪天候の影響を受けにくい構造とみられ、さらに発射する電波には、人体への影響はないと確認されているのです。空自では、この J-TPS-102 を、北海道千歳基地の北部航空警戒管制団第1移動警戒隊、埼玉県入間基地の中部航空警戒管制団第2移動警戒隊、福岡県春日基地の西部航空警戒管制団第3移動警戒隊の3カ所に配備しています。その他には、沖縄県の那覇基地に、南西航空警戒管制団第4移動警戒隊、与那国島の与那国駐屯地に第53警戒隊与那国分遣班に配備しているので、北大東島へ配備されれば、国内で6カ所目、沖縄県では3カ所目の配備になる計算です。2024年6月現在、大東諸島内には自衛隊施設はありません。そのため、沖縄防衛局が北大東島の北東部と南部の村有地を約8ヘクタールほど取得し、隊舎や火薬庫の整備を検討しているとされ、移動式警戒管制レーダーの配備に伴って、自衛隊員約30人が常駐する予定と言われています。北大東島は、住民が住む南大東島及び無人島の沖大東島、西南西小島、南西小島とともに、大東諸島と呼ばれる島嶼群を形成しています。約100万年前から20万年前に、珊瑚礁の数回の隆起によって形成され、その珊瑚礁の厚みは数百メートルから数千メートルとも言われます。それぞれの島には鍾乳洞が点在し、地質学的に見て、中国大陸や日本列島とは一度も繋がったことがないので、多くの固有生物が生息し、ザトウクジラの越冬地としても知られているのです。北大東島と南大東島の全域は、国指定大東諸島鳥獣保護区希少鳥獣生息地に指定され、面積は4251ヘクタール、特別保護地区は234ヘクタールです。指定の理由は、2島が大東オオコウモリや大東ノスリなどの固有亜種の生息地であること。コアホウドリやセイタカシギなどの繁殖地にもなっているからです。貴重な自然の残る島と言えましょう。一番大きい南大東島の面積は約 30.6 平方キロメートルで、人口は約1300人。移動式レーダーが配置される北大東島は約 12.7 一方キロメートルで、人口約600人ほどですから、
30人以上の自衛隊員が常駐すれば、北大東島にとって、過去にない人口増加になるでしょう。2013年10月現在、日本本土からも沖縄本島からも遠く離れている大東諸島には、南大東島、北大東島それぞれに、県立病院附属診療所と村立の歯科診療所はありますが、診療所では、治療が難しい重症患者が発生した場合、沖縄本島に急患輸送を行うことになっているそうです。大東島に定期便を飛ばしている琉球エアーコミューターのスケジュールに間に合えば、この機体に常時一席確保してある村長席を利用して搬送できるそうです。しかし、それ以外の場合、県知事を通じて、沖縄本島の陸上自衛隊第15旅団第15ヘリコプター隊那覇飛行場駐屯に災害派遣要請を行い、LR2 連絡偵察機もしくは UH-60JA ヘリコプターを沖縄本島から派遣して緊急搬送ということになるのです。そのため、搬送にはかなりの時間がかかっていました。しかし、移動警戒隊が配備されればヘリコプターが常駐するので、緊急搬送の時間を半分以下に短縮可能とみられるので、北大東村議会は、2021年12月、自衛隊誘致を求める意見書を全会一致で可決しました。これを受けて、防衛省は、地元の理解が得やすいと判断し、翌年から現地調査を進め、移動警戒隊の配備に適していると判断を下したのです。ここ数年、大東諸島がある西太平洋は、大型正規空母の襲撃による沿岸海軍、地域海軍から外洋海軍への変身を果たした中国海軍の進出頻度が上がり、2016年には空母遼寧が初めて南西諸島を越えて周辺海域で艦載機の離れ発艦訓練などを行って以来、山東などの空母艦隊の進出が相次いでいるのです。中国はこれまで東アジア地域に展開しているアメリカ軍に対する防衛線である第一列島線、沖縄本島など西南諸島や先島諸島を結ぶラインの外側で、グアムや横須賀基地を拠点として進出してくるアメリカ海軍を迎え撃つ方針だったと思われていました。しかし、外洋海軍としての戦力が整いつつあるため、伊豆諸島と小笠原諸島そしてマリアナ諸島を結ぶ第二列島線の間の西太平洋で迎撃する方針に転換したという意味ではないかとの見方が出ているのです。もし、西太平洋でアメリカ海軍と中国海軍が衝突した場合、自衛隊にはこの海域での早期警戒用レーダー施設などがないので、情報収集に困難をきたす可能性が高いとされ、以前から大東諸島の重要性が指摘されていたということです。沖縄県では、在日アメリカ軍基地の沖縄県内移設に反対し、在沖縄アメリカ海兵隊の沖縄県外移転を要求しているグループが、アメリカ軍だけでなく、国土を防衛するための自衛隊基地の拡張にまで反対運動を展開しているという見方をする人も多いのです。日本政府は、これまで、防衛を在日アメリカ軍に頼っていたものを、自衛隊体制の強化により、自力での防衛を目指す方針を立てました。そして、中国の軍事的台頭を理由に、2010年、平成22年の防衛計画大綱で、同諸島への部隊配備増強計画を明記し、与那国島の陸上自衛隊駐屯地をはじめとして、宮古島や石垣島、鹿児島県の奄美大島などへ、ミサイル部隊などの進編、移駐を進めてきたのです。こういった動きに対して、基地反対派は、島が武装すれば敵に攻撃されるという理論を掲げ、アメリカ軍基地や自衛隊基地があるから中国が攻めてくるとして、基地の存在が中国の侵略を招くと主張しています。個人的感想ですが、これは納得できる主張と感じます。しかし、中国の南シナ海における強引な海洋進出を見れば、基地の存在など関係なく、中国は欲しいものは力ずくで取る国家だから、ネット上などでは、沖縄に基地がなければ、確かに、沖縄県人の血が流されることはないだろうが、南西諸島は、中国に占領され編入されるだろうと批判する声も多いとか。北大東村の鬼塚村長は、誘致意見書を提出した当時の副村長で、
誘致推進派だった前村長の路線を引き継ぐ形で就任した人物です。政府は、地元の理解を得るには問題ないと安心しているようですが、沖縄県内の基地反対派がどう動くのか、早期回りして心配している向きも多いようですね。